福島県。福島県は日本の都道府県の一つ。県庁所在地は福島市。東北地方の南部、南東北に位置し、東北で宮城県に次ぐ2番目の人口と県内総生産を要する。面積は北海道、岩手県に次ぐ全国3位。都道府県別の人口は全国21位。人口密度は全国40位である。 いずれも2015年10月1日時点の国勢調査及び全国都道府県市区町村別面積庁による市町村別ではむね日本海側に面積の4割弱と人口の15%弱が太平洋側に面積の6割強と人口の85%以上が分布する県内は南北方向に伸びる山脈山地によって地形 気候、交通、歴史などの面に違いが現れており、3地域に分けられている。すなわちそれらは、越後山脈と大雨山脈とに挟まれた、日本海が内陸あって4割弱の面積に14%、あまりの人口を要する、合津、大雨山脈と阿武熊高地とに挟まれた、太平洋が内陸にあって4割弱の面積に6割強の、人口を要する、中通り、 阿武隈高地と太平洋とに挟まれた太平洋側沿岸にあって2割強の面積に1、4余りの人口を要する浜通りである。これら3地域の地域差が顕著に見られる例を挙げると近年の降雪の深さの合計、冬季の累積降雪量があり、合津の合津若松市は300の400センチメートル、程道、中通りの福島市は100センチメートル前後、 浜通りの岩市小名浜は10センチメートルに満たない都市が多く、陶器の生活習慣に顕著な影響を与えている。県の広域行政単位は上記3地域をさらに細分している一方、県名以外にも多用される、美島とのキャッチコピーが県内各地で用いられ、統合のイメージも作られている。現在の福島県には幕末に審判かつ夕飯だった合津藩。 二十三万国があったが、他は、審判、普代、戸様の十万国に満たない、多数の藩に分かれていた。廃藩置県後の右与曲折の後、1876年、明治九年八月二十一日に、合図の前身にあたる若松県、中通りの前身にあたる福島県、1876年以前、浜通りの前身にあたる岩前県の計算県の合併によって、 当県が成立した。なお、県名の福島は三県合併によって県庁所在地となった福島町、現福島市から取ったものである。また、福島の名は福島城として使われたのが最初とされる。当県には1899年、明治32年に全国7番目、かつ東北発の日本銀行営業所、あとに、 視点は解説されるほど高工業が発達していたが、1962年度、昭和37年度に、県内総生産で、1980年、昭和55年国勢調査にて、人口においても宮城県に抜かれ、従前の東北首位の座を道県に譲った、その後は東北に位を維持。県内に一極集中都市、プライメイトシティはなく、 人口30万人前後の都市が3市あって、機能分担している。すなわち、浜通りには広大な面積を持ち、かつては炭鉱都市であったが、現在は臨海工業、漁業、温泉などの観光が集積する岩木市、テレビ、東京受信エリアがあり、中通りには行政機能が集中し全国有数の数地帯を形成している福島、テレビでは、 NHK 福島放送局及び TBS 系列、タフト富士テレビ系列、FTV が所在、そして商業、内陸工業地帯となっている郡山市、テレビでは日本テレビ系列、FCT とテレビ朝日系列、KFB が所在とがある参照。また、合津の中心都市で史跡が多く存在する観光都市の合津若松市、中通りにあって、 古くからの大雨、東北地方の玄関口であった白川の関がある、白川市も重要な歴史とし出る。その他、浜通りの曹操には、漁業と電源立地が、南合津には、大内塾、重要伝統的建造物群保存地区をはじめとする観光地があり、合津と中通りとにまたがる万代旭国立公園には、万代高原、小沼、 稲わしろ湖など、リゾートエリアも要する。東北地方の南部に位置し、面積は13、782.75km で、北海道、岩手県に次ぐ、全国第3位である。県庁所在地の福島市は、東京から約 270km、JR 東北新幹線で、約90分の位置にある。東部の阿武熊高地、 中央部を南北に縦断する大雨山脈、北部から西部に連なる飯出連邦、越後山脈の山岳地帯と、それらにより区切られ県中央部を南から北へ流れる阿武熊川の地交帯に連なる、盆群から構成される中通り地方、県東部浜通り地方の沿岸平野部、西部の藍津盆地を中心とした藍津の3地域に大別される。福島県は東西に、 広く、さらに海岸や山地の地形装飾を受け、標高差も大きいため同じ県内であっても、気候差は大きい。西から順に、合図と中通り、阿武熊高地の東側の浜通りの3地域に分かれている。福島県は東西に長い形状をしているが、2つの山地によって浜通り、中通り、合図の3つの地域に分かれており、天気予報でも、この故障が使われている。 東から順に、太平洋と阿武熊高地に挟まれている浜通り、阿武熊高地と大宇山脈に挟まれている中通り、そして大宇山脈と越後山脈に挟まれている合図となっている。地形的に山地で隔てられているために、山越えした地域同士の交流は浅く、気候や文化にも差があり、山地域での同一県として、帰属意識は低い。また南北においても、 城下町として栄えた藍津若松を中心とする北藍津地方と南藍津地方、宿場町だった郡山市を挟んで県北地方と県南地方で歴史の違いや交流が乏しい傾向がある。同様に沿岸部においても藍津地方といわき市にもこの傾向があることから福島県は他県に比較すると一つの県としての統一感に乏しい傾向にある。以下人口は 現在の推計人口、福島県の総人口は人。県内は、さらに県庁の出先機関である地方振興局の管内によって7つに分けられている。以下、地方振興局ごとに市町村を記載する。なお、県北の本宮市、足立郡約、千ラウンド例、10万人が、県中に、愛想の双葉郡約、千ラウンド例、10万人が岩木に入るとする。 地域県の設定もある。以下の13市13群31町15村がある。福島県では、町はすべて、町、村はすべて、村と読む。東北6県の中で唯一、町と読む町が存在しない。福島広域行政権、足立広域行政権、郡山広域行政権、白川広域行政権、相馬広域行政権、双葉広域行政権、 北方広域行政権合津若松広域行政権南合津広域行政権都市雇用権10%通勤権の変遷福島県を含む北関東東北地方における人の足跡は後期旧石器時代に始まる県域における遺跡としては平林遺跡氷町や合津若松港の笹山原遺跡群があるこの遺跡から 旧石器時代人が製作し使用したとみられる石器群が発見されている。年代は約2万2000年前の AT よりも下から出土していることから後期旧石器時代前半に属する。少し下って約1万5000年前の塩壺遺跡、北方市高里町から熱を受けた139個の拳台の石がまとまって発見された。この時代はまだ瓦けがなく、 焼け石は食材を直接加熱するのに使用されたので、あろう。縄文時代、弥生時代を経て、古墳時代に入るが、福島県は、大型の古墳が少ない東北地方にあって、大安城古墳、郡山市、前方後方墳、全長約83メートル、藍津大塚山古墳、藍津若松市、前方後円墳、114メートル、4世紀後半、東北最古級、 先竹形木管検出、三角園真珠教室度、亀が森、真珠森古墳、藍津番華町、前方公園墳、127メートルなどの大型の古墳が集積する。古墳時代、機内に前方公園墳が登場するのと、ほぼ同時期に藍津地方でも前方公園墳が作られ始めており、すでに大和朝廷の影響下にあったことが伺える。 古墳時代中期以降は、藍津地方の古墳造営が減少し、代わって、県南地方で盛んに古墳が作られた。県南地方の前方後方墳は隣接する那須地方、那須国造から連続しており、南那須地方から県南地方一帯は、古墳街道とも言うべき、古墳集積地帯ともなっている。5世紀にはすでに来た関東、東北の一部までが、 大和王権の影響下にあったと思われ、福島県域においても各国に国の宮津湖が成立した。当初、大和朝廷の勢力圏は福島県域が北限であり、江戸勢力圏との境界にあたる忍ぶ国、福島盆地などの国には防備の任もあった。また、関東や近畿地方などから盛んに開拓のための移民も行われている。その後、国は、 公と呼び名が変わり、道の区国に再編された。また、大和朝廷の勢力圏も宮城県域、あるいはさらに北に拡大し、忍兵、忍氷も、北端ではなくなった。701年、大法元元の大法律領の施行時には、道の区国となり、氷は、軍、氷紙、国蔵は、軍事になった。拡大した、道の区国から718年、 養老二年に岩木国と岩瀬国が分治された。現福島県域は岩木国、または岩瀬国に属することとなり、道の区国の領域ではなくなった。分治後も江戸との戦いが続き、東北全体、道の区、ではで戦う必要性を起こってきたので、724年、人気元年までには岩木国と岩瀬国は再び、道の区国に合併された。 これらの軍は、その後、人口の増加などにより、さらに再分割されている。例えば、忍軍から、伊達軍が分割され、朝香軍からは、足立軍などが分割され、藍津軍も山軍を、はじめ多くの軍に分割された。平安時代には、藍津で、江日寺が強大な勢力を得たが、平安時代末期にはほぼ、福島県全域が、欧州藤原市の勢力下に入り、 藤原氏一族の忍佐藤氏が、福島盆地を本拠地として、中通りの中部まで、江日寺交代後の合図、山形県大玉地方まで支配するまでになった。平安末期、福島県内で他には、中通りの石川氏、浜通りの岩木氏があった。石川氏は、清は源氏の流れで、全九年の役に従軍して、石川軍に定住した。岩木氏は、武家の氏族で、 藤原清平の幼女を妻に迎えて、岩城軍に定住したとも岩城軍人の子孫とも言われる。国宝白水阿弥陀堂は、平安時代末期1160年、英略元年に岩城の利道の母大を弔うために建立されたものである。中世においては、源の頼朝が鎌倉に幕府を回復し、東国において自立するが、頼朝は東北において、欧州征伐により、 欧州藤原氏を滅ぼす。県域においては、忍佐藤氏が、忍草、忍軍の西北、松川井北に押し込められると、鎌倉による論行交渉で、福島県内は、伊達市、相馬市、二階堂氏、足名市、畠山市、結城市など、多数の関東武士団に細分化された。南北朝の動乱においては、結城市の一族である、白川結城氏が台頭し、 白川雄希氏を主力とする南朝方が大いに優勢となったが、しばらくすると、相馬氏など北朝方が盛り返し、白川雄希氏など多くの諸氏は、欧州官令や鎌倉久保の支配を受けるようになる。戦国時代に、北、関東、東北においては一国以上の両国を持つ、戦国大名は少なく中小の地域勢力が分立する傾向を持っているが、 伊達氏は伊達種宗が南大宇で外政や婚姻外交を繰り返し南大宇のほとど大名が勢力下に入るが天文の乱を起こし衰退したり白川祐樹氏が衰退し代わって岩城氏が勢力を盛り返すなど栄枯盛水は止むことはなく隣接する北地国佐竹氏や越後国上杉氏の影響も受けるようになるが最終的には足名氏や相馬氏 日本町市などを圧倒した伊達市の伊達政宗が短期間ではあるが、福島県域の浜通りを除く大半を領有することになる。豊臣秀吉による欧州市沖により、伊達政宗が伊達市の元の本領位以外没収され、合図には賀茂氏里が入る。翌年の火西大崎一揆の戦後処理で、伊達政宗が岩出山に違法させられると、賀茂氏里が、 福島県中通り伊勢のほとんどを領有した。しかしこのガモウ秀行は合図から宇都宮に移され、代わって越後国の上杉影勝が合図百二十万国を得て、福島県の中通り伊勢のほとんどの地域と山形の老いた玉地方を領有した。なお、笠西大崎一揆の原因を作ったとして、所領を奪われた岩出山の丘領主の木村義清は後に許されて、 ガムウジに仕えて杉の目長手となった。吉シは杉の目を福島と解消し、今日の県名の由来となっている。関ヶ原の戦いによって、上杉影勝は、死の部軍立軍を除く福島県域の所領を失い、三十万国となる。代わって、合図には、ガム秀行が再度入法し、合図藩六十万国が成立する。が、 二代目のガモ忠里が創生し、伊予・松山藩に移ることになる。次に1627年、加藤・義明が40万国で、藍津に入宝するが、これも二代目、加藤・明成で、藍津騒動を起こして、領地を徳川幕府に返上した。そして、1643年に、松平氏、星名正幸が23万国で入宝し、この松平氏藍津藩が、 母親戦争まで続くことになる。一方、忍軍と伊達軍も1664年に、上杉氏米沢藩から召し上げられ、藍津藩以外の大藩はなくなり、藍津と浜通り夜りの森北、相馬市領を除く、県内のほとんどの地域で、江戸時代を通じて、小、中藩、天領が入り乱れて激しく変遷した。なおこの藩白川藩は一時、徳川不大となり、 完成の改革を主導した松平定信など中央の名門家から上司が入り文人政治が行われた。江戸時代に藍津若松と日光街道を結んだ重要な交通路藍津西街道、下付街道の宿場大内塾が当時の町並みのまま重要伝統的建造物群、保存地区として残され王子を忍ばせる。諸外国の接近によって 幕府の政治が停滞。その中で、尊王上位や開国といった主導で日本を立て直そうとする各藩の武士たちが京都に押し寄せた。白川藩主、安倍政人は、江戸老中として、諸外国との接衝にあたり、神戸港を開港したことで、上位派の区下などの藩官を改老中を罷免され、白川藩は棚ぐらいと違法され、藩主不在となったにもかかわらず、東西領軍にとって、 幼少の地と目された白川は、母親の一大激戦地となる悲劇を生むこととなった。当代の合津藩主、松平片森は、京都市御色となり、京都の治安維持を担った。そして、近門の辺では、公明天皇を奪取しようとした長州藩勢から、御所を守り抜いた。しかし、新たに政治を担いたいと幕府を廃しようともくろむ、薩長同盟、薩摩藩、 長州藩との衝突が大政奉還後の飛ば、伏見の戦いから生じ、朝廷側を近見したにもかかわらず、朝敵に落とされてしま、相争そうが、徳川幕府側は幾度も敗北を重ねた結果、戦火が東北にまで伸びてしまった。圧倒的な西洋戦法を有する薩長の軍勢に、合津藩士は、もとより奥越列藩同盟の岩木平藩や中村藩などでも、 藩の勢力や民衆は徹底して、反撃を繰り返したが、降伏してしまった。江戸時代幕末に置かれた藩及び城郭、後代より愛人屋としては、藍津藩、市条の稲わし城,城、日本松藩、棚倉藩,藩、中村藩、三春藩、岩木平藩、福島藩、泉藩、湯葉瀬,瀬藩、下手渡州藩、水戸藩市藩の森山藩、幕末に、徳川幕府直轄地となった。 白川城、仙台藩の市城や地小屋城などがあり、皇太寄り合いの溝口家の横田陣屋、その他に大貫陣屋もあった。明治初期、藩籍奉還後の1869年、明治2年の大城官令により、陸の国南端である、現在の福島県域は、道の区国から分離し、西側が岩城の国、東側が岩城の国となった。岩城国は、 現在の福島県中通り地方の中北部と合津地方。岩木国は現在の福島県中通り地方南部と福島県浜通り地方と宮城県南部、渡り軍、伊具軍、勝田軍にほぼ相当する。1869年、明治2年7月20日、福島藩が重原藩に違放され幕府領となっていた、伊達軍、忍部軍を管轄するために、 福島県、第一次が設置され、足立郡の二本松半領37村、立郡の幕府領42村、森岡半領8村、田名倉半領四村、立花領2村、忍部郡の幕府領43村、茂原半領19村、足森半領11村、柴田半領8村、関宿半領6村、二本松半領4村、田名倉半領2村、 宇多軍の幕府領一村を管轄した。この第一次福島県は後日の日本末県第二次に統合され、わずか2年で廃止されている。1871年、明治4年7月、旧暦の廃藩地県で全国に多数の県が生まれた後、同年11月、旧暦に、現在の福島県域は、岩城国の藍図地方、旧藍図半領の越後国間原,原軍の一部。 後ち東艦原軍を含むが、若松県、岩城国と岩城国からなる、中通り地方が、日本松県、第二次、日本松県になって、わずか12日間後に県庁が、忍ぶ軍福島町に移転、福島県に改称したのでほとんど機能はしていない。岩木国はほぼそのまま、岩崎県の3つの県として統合された。1876年、明治9年8月21日に、 福島県第二次、若松県、岩前県が合併され、現在の福島県第三次が成立した。その際、岩前県北部、渡り郡、伊賀郡、勝田郡が宮城県に、岩前県南部の一部が、茨城県に移管され、さらに2886年、明治19年に、東神原郡が新潟県へ移管されて、現在の福島県域になった。 これらの変遷は、最後の東カンバラ軍医官を除いて、1869年、明治2年の藩の制度化の後、1871年、明治4年の廃藩地権から1876年、明治9年までの短期間に行われた。衆議院の小選挙区が5、参議院では全県で1区を構成。福島県は、1991年、平成3年より、 県のイメージアップ事業で使用するため、美島、ま、福島を使用している。これはコピーライターの牧き氏の手により提示されたキャッチコピー出る。牧の説明によると、その由来は、本、キャッチコピーは当初こそ、福島県民に対して、その意図がなかなか浸透せず、全国でも例を見ない奇抜なイメージデザインとの見解が寄せられることもあったが、 1995年、平成7年、1999年、平成11年、2001年、平成13年の3度の福島県デスティネーションキャンペーン DC のキャッチコピーにも用いられ、また DC と同時期に開催された1995年、平成7年の福島国体と全国障害者スポーツ大会、美島福島大会や2001年、 平成13年の、美島未来博などのイベント名と相乗効果により、県内外から広く認知されるに至った。県の観光事業に主に用いられてきたキャッチコピーであったが、美島大橋、美島百名山に見られるように、福島県の美少として、固有名詞に、美島のフレーズが単独で、用いられこともある。2008年、 平成20年度の県内総生産は7兆6,669億円である。世界の国の国内総生産 GDP と比較しても世界70位以内にランクインしており、県単独で世界の過半数の国より大きな経済規模をしている。第一次産業では、水筒、福島市や伊達エリアの桃に代表される果物などの農産物、岩木市のカツオ、 郡山市の養殖後、出荷量日本一位などの水産物が、主要産物である。第二次産業では、東京首都圏に隣接する、市弁制のため首都圏より、県内に進出する企業も多く製造品、出荷額では、宮城県を抑え、東北地方一位である。電子機器関連の工場の立地が多く、福島市周辺では、電子機器、合図若松周辺では、半導体、 郡山周辺では、プリント基板関連、電子部品、岩木市周辺では、電子機器、化学製品、自動車エンジン工場などの立地がある。最近では、田村市において、自動車電装部品関連企業の誘致にも、成功している。2008年、平成20年現在、第3次産業では、県内における最大の都市圏は、中通り中部の郡山を中心とする。 郡山都市圏であり、周辺地域とともに、県内最大の郡山経済圏を形成し、郡山市は、東北地方、第2位の商業年間商品販売額を誇る。農林水産省による統計では、2009年、平成21年の都道府県別の農業、産出額は、福島県が2450億円となり、金額では、全国7位である。このうち、 米の948億円、全国5位と野菜の546億円を含めた工作物、つまり、公種の産出額は1931億円であり、肉用牛137億円や生乳97億円、豚100億円、鶏卵123億円を含む畜産は513億円となっており、これらが農業による主な産出額である。 漁業に関しては2009年、平成21年の都道府県別の農業、産出額のうち、福島県は養殖での被災が、不明ながら海面漁業は160億円とされている。また、2008年、平成20年発表統計データによる、青森県、2797億円、岩手県、2541億円に次いで、東北第三位。県内では、 農業産出額が多い順に、福島市百九十五億円、県内一位、東北十二位、郡山市百八十八億円、県内二位、東北十四位、伊達市百四十億円、県内三位、東北二十位。二千八年、平成二十年発表統計データの製造品、出荷額等によると、福島県は五兆五千六百八十六億円となり、 東北1位。2位は、宮城県、3兆5,702億円。3位は、山形県、2兆8,692億円。県内では製造品出荷額等が多い順に、岩き市、1兆701億円。県内1位。東北1位。郡山市、9,667億円。県内2位。東北2位。福島市、6,608億円。県内3位。 東北5位は東北地方有数の工業都市。福島県は様々な形態の発電所が建設された電源地帯である。同県に送電しない企業も含め複数の企業が発電所を建設した。東京方面との連絡は東北新幹線及び常磐線特急列車である。福島駅は東北新幹線、山形新幹線の連絡駅であるほか、 郡山駅は南北東西方向の要所である。また、岩城駅は東京方面からの直通列車の北限であり、運行上の拠点駅になっている。国鉄時代、福島県内が東京支社、水戸支社と仙台支社の境目になっていた。このため、地域ごとに分割した JR バスにおいても、日本で唯一二社が営業拠点を設置している県となっている。 国立大学法人県立市立本社演奏所の立地として福島市県庁所在地政治的中心地と郡山市商業的中心地との2都市に分かれるため立地の違いによって地方ニュースの重点配分や話題に微妙な地域色が出るしかしコミュニティ FM 以外の全放送局とも放送対象地域は福島県全域となっている 戦後の福島県域に大新聞社である福島民放毎日新聞系と福島ミニ U 読売新聞系や福島市と郡山市の対立を反映した影響からか県域対象の民放 VHF テレビ局は開局は日本全国で最も遅く民放 FM 局も東北6県では最後の開局であるしかし東北地方に系列局を持たないテレビ 東京系列を除く民放テレビ局4局が出揃った時期は1983年、昭和58年である。これは東北6県の中では宮城県に次いで2番目であり、比較的早い。その影響もあり、県内民放テレビ局第1局となった福島テレビ会局にあたっては、県が主導的な役割を果たし、現在も株式の約半数を所有している。 この比率はやはり県主導で開局した南隣のと、地議テレビより高い。以下の通り、AM ラジオ局は、ラジオ単営局であり、民放のラテ県営局は存在しない。相馬市の一部では、放送対象地域外の宮城県の民間放送4局が、放送区域になっている。岩城市や白河市の一部では、放送対象地域外の関東1都6県共通の、 民放キー局、日本テレビテレビ朝日、TBS テレビ東京、富士テレビがスピルオーバーにて受信することが可能である。地上デジタル放送による、原力により受信できるエリアは限られているが、検査会部を中心に引き続き受信することが可能である。福島県と同様に、政治力と経済力の綱引きにより、民放県域放送局の演奏所が、 県庁所在地以外にも立地している例は、山形県、富山県、鳥取県、山口県、福岡県にも見られる。地上デジタル放送のリモコンキー ID は、TXN 系と独立局がない以外は、関東広域県とすべて同じである。詳しくは、リモコンキー ID の項を参照。合図の代表的な郷土料理としては、小酢イカ人参ニシンの参照付け、 恋の旨ま煮が挙げられる。また、合津の山間部では蕎麦を工夫した料理が見られ、今でも味わうことができるものとして、八ト日の江又村、立ムそば、蕎麦、南合津、周原蕎麦、稲和城町などがある。発表都市順に記載、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。